変化球インローのストレート、いいボールでした。これはバットです。三振。4球目は何か。変化球で空振りを取ります。4球目変化ストライク。変化球で空振りを取ります。はいどうもこんにちは、サンです。今回なんですけども、ついに育成が完了しました。西武のドラ1ルーキー住田千尋選手を初使用していきたいと思います。また現在チャンネル登録者数を300人目指して取り組んでおります。興味を持ってくれた方、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。住田くん使ってみた動画開けてくださいというコメントも多々ありました。ありがとうございます。やっと実現することができました。あと住田くん初先発になった3月26日の試合では7回1安打5奪三振で無失点という素晴らしいピッチングで初勝利を挙げることができました。初登板とは思えないもうピッチングでしたね。そして続いてのロッテ戦ですが、5回を投げて3失点、負け投手はなりましたが、しっかり試合を作ってくれたと思います。ストレートを150キロを超えて、変化球は多彩ですし、何よりあのチェンジアップが素晴らしいですね。なんか昔から伸びのあるまっすぐかチェンジアップで三振を取るところを見るのが大好きで、もう個人的にはもうドハマりのピッチャーです。それではまず住田くんの能力紹介からいきたいと思います。住田千尋くん、千尋ですからね。球威型の球威71、制球60、スタミナ70となっております。球威スタミナ同値にしたい場合は星2の粘りの投球1点狙いです。球種が全方向に7種類あるという、もう7色のピッチングを披露してくれると思います。スラカットもあるのでね、すごい便利ですね。でシュート方向のツーシーム、あとちょっと個人的に残念だったのがスローサークルチェンジになってること。だったらせめてサークルチェンジだったりね、まあ、このサークルチェンジも3段階変化しますので、それもちょっとうまく使いながら攻めていきたいと思います。で特殊能力が超奪三振安定感伸び、まあ、確かに能力通りの安定感とね、奪三振を誇りましたね。そしてピュッとくれます。おそらく住田くん S ランクの登場があると思います。ただ後半になるとは思うんですが、無課金の方でコインなど節約をしたいという場合は、通常選手として住田くんが登場するまで待機する方法でもいいと思います。意外とね、極み用で6枚揃えている方は1枚使って称号もすることもできますし、待つという方法もありです。ただやはりね、もうガチャも我慢、ここも我慢となったらもうね、我慢のしようがないっていう方、特に自分なんですけども、まあ、早速リアタイで使いたいという方は全然覚醒させて極みにしていいと思います。毎度参考程度に聞いてもらえればなと思います。それでは、実はプロスピアカサブアカを持ってまして、そのサブアカを使って打者目線での住田くんの変化球を検証していきたいと思います。その動画がこちらです。オーダーは3月26日の初勝利を挙げた時のスタメンでいきたいと思いますが、レフトオグレディ選手がまだいませんので、ファンジーを復活させて起用していきたいと思います。鈴木選手はまだ S ランクが登場していませんので、 A ランクで頑張りたいと思います。打順も一緒ですね。1番に鈴木くん、2番にスパンジーとは、3番から9番までもその時のその日と同じオーダーでいきたいと思います。もう初仕様ということで、もうワクワクが止まりません。しっかり住田くんにリアタイでも勝ちをつけれるように頑張っていきたいと思います。それでは行きましょう。あ、こちらの3チャンネルでも初登板、初先発がやってきました、住田くん。うわー、初対戦相手がイチローという激レア。やっぱ曲がるね、Dカーブも。あのインコースにツーシーム、いいんじゃない、いい感じにえぐってんじゃない。まあ、変化球、いろんな変化球を散らして散らしてっていう投球ですね。大体低めのスライダー、カットボールはもう外野フライ狙い。
これは甘い。走ってくるのか。オッケー、後ろを刺した。すげえ。いいね。わ、伸びのある安定感が出てきた。よし、あのツーシームはもうタイミング外してくださいっていう攻め方ですね、やっぱり。ああ、鈴木選手、まあ、今世間ではね一番鈴木さんで盛り上がってますけど、こっちもね鈴木くんに抵抗していくよ。相手もね一番鈴木さんでしたけど、ちっちゃいなミートが。さあ機関車スパンジ、うわー、ハタリいいんだけどね。援護点、ボールだったのか。結構伸びのある安定感出てくるな、うん、あれ引き付けてくれねえかなっていうのが狙い。マジ怖え。引っ掛けねえかな。けないよね。よし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 、ここでちょっと殿下の宝刀でタイミングを外して、いやーボールか。ダメだよ、先頭バッターのフォアボールは。隅田君、やっぱスローサークルチェンジ甘くいったら全然ダメだな。もっと低めで投げないと。ヘイ、ファーストゴロぐらい。ああ、振らないか。よし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 。そう。さあ、何を選択してくるか。うわあ。見てくっか。ビシッと。インズバ。うわあ、打たれた。うまい。最後まで行くよ、隅田君で。よし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 。あれ、いい感じに通用するのかな、このツーシームは。うわー、カブレラ来た。ここ出番ねえからって、ちょっと相手チーム行くなよ。よしよしよし。よしじゃないな、ちょっと甘いけど。引けないかな、これ。見てくる。スリーボールになりました。よし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 。え？お、え、それ何？点数入んの？入ってない。こんなこともあるんだ。いや、これはおかわり君の大ファインプレーだよ。すごいよ。あ、主砲。自分のチームではね、もうピンピンします。元気です。け、いやー、え、落ちない、そのまま。やばい、岩隈さん下手にノーヒットでまだ。やっぱ恋女房はしっかり打つね。隅田君の頑張りにキャッチャーが応える。あ、落ちんのか今。あ、大ベテラン。いったんじゃね。いやー、ちょっとうまい。今の誰、吉野部さんか。最後まで行くよ、隅田君で。うわ、代打つくな。ほら、ついた。厄介だ。ゲッツ。いやー、ナイスゲッツ。やばい、もう守備が隅田君をすげえ盛り立てる。あー、くそ、さすが世界の一郎だ。スタミナなくなってきたな。変えんぞ、ゼロになるまで変えんぞ俺は。よし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 、いいとこ行け。取れる。よし、さすが殿下の宝刀。ヒッ
と1本しか打ててないけど、ここまで楽しいの初めてかも。打ててないなりにチャンスついた。在徳、よっしゃー、うわー、ファールか。うーわ、そこ、うん、なるほど、そうですね。いやー、マジかー、申し訳ない。天下の方向のサークルチェンジ、よしよし、そこのね、もうそこの高さが大事。取れる、うわ、オッケーね、鈴木くん。あ、小気味いい、やっぱテンポいいピッチングしますね。オッケー、上々、よっしゃー、ナイス選球眼、さすが超選球眼になっただけはある。いやー、しぶとい、うわー、タイピン、うわ、指した指した、うわー、全然やってなかったね。よっしゃー、仕留めた仕留めた、めちゃめちゃ手叩いてたな。あー、9番の源田さん、9番源田さんもね、いやらしいね。これもたまらん、しゃー、いやー、たまらん。源田さん早くエース出てほしいな。グランドオープンがセンターじゃなかったらね、おそらくセンターは多分、ね、鈴木くんだったんですよ。グランドオープンだったから間に合わなくて、多分岸さんだとは思ったんですが、いやしゃー、オッケー、そう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 、うん、オッケー、先発だけで起用していきますので、住田くんと共にこれからも頑張っていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。